皆さんこんにちは、アルフチャです。6月中に買って、まあ本当は出す予定、7月中に出す予定だったんですけど、結構、カメラの調子が、マイクの調子が悪くてね、まあ今日と、まあ今更なんですけど、これを買っちゃいましたね。今、まだコロナウイルスがね、3桁また増えちゃう。で、運動する方に、あと遠いところに出かける方にはこれを買っちゃいましたね。まだバフですね。ちょっとね、かぶってみようと思う、よいしょ。はい、こんな風に。なんかね、これを濡らすとね、もっと涼しくなると思う。多分すぐ乾くと思いますね。はい、まあそんな感じ。それじゃあ、まあちょっと、まあ千葉の方に、まあそんなに遠くはないんですけど、まあ幕張の方にちょっと出かけたいと思いますね。まあさすがに、まあ、おもちゃ巡りは取らないんですけど、まあ、帰ってきたら感想を言いたいと思います。それでは行きましょう。はい、無事帰宅しました。バフを使った感想なんですけど、今もう洗濯機に入れちゃってね。まあ使ってみて、まあ濡らすとやはりすごい涼しくなるし、こうなんか乾いていくとすごいちょっと暑くなる、ちょっとはまあ暑くなるんですけど、まあ普通のマスクよりは。まあ、全然いい方だと思いましたね。はい、まあそんな感じ。遠い方で、まあ自転車の旅や、あと運動する方には、おすすめです。買ってみていかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。